ブッシュミルズはイギリス、北アイルランドのアントリム県にある村である。2001年の国勢調査では、住人は1319であった。ベルファストから97キロ、バリーキャッスルから18キロ、コールレーンから14キロのところにある。村の名前は、ブッシュ川と17世紀初めに建てられた大きな水車小屋から来ている。ウイスキーのブッシュミルズで有名である。 北アイルランド統計調査局によると、ブッシュミルズは村である。2001年4月29日の国勢調査では、住人は1319人であった。このうち19.9%は16歳以下、22.1%は60歳以上であり、49.2%が男性、50.8%が女性であった。2011年の国勢調査では、 3.5%がカトリック、92.9%がプロテスタントであった。ブッシュミルズの村には1608年からウイスキーのブッシュミルズの蒸留所がある。オールドブッシュミルズディスティラリーで作られている酒としては、ブッシュミルズオリジナルとブラックブッシュブレンド、および10年もの、12年もの、16年もの、21年もののブッシュミルズシングルモルトがある。 上流開始400年記念を祝うために2008年には1608という名のクリスタルモルトを含む特別なウイスキーを生産した。上流所はブッシュ川ではなくセントコランブズリルという支流から水を引いている。毎年200万人が訪れるジャイアンツコーズウェイは3.2キロほど北である。第二次世界大戦の後ブッシュミルズには コンソルナビゲーションシステムの送信ステーションがあった。ブッシュミルズ鉄道駅は1883年1月28日にオープンしたが、1949年10月1日に閉鎖となった。夏にはジャイアンツコーズウェイからブッシュミルズまで狂気の蒸気機関車が走る。ブッシュミルズ駅に到着する3フィート機関の蒸気、機関車北アイルランド鉄道が運営している。 ベルファストデリー線はコールレーンでポートラッシュ支線に乗り換えることができる。アルスターバスが駅まで運行している。ポートラッシュからダンルース城に沿ってジャイアンツコーズウェイブッシュミルズ鉄道まで11キロほど景色の良い道を歩けるようになっている。ダンルース学校とブッシュミルズ小学校がある。1646年にできたブッシュミルズプレスビテリアン教会。 1821年にできた、セント・ジョン・ザ・バプティスト・チャーチ・オブ・アイルランドのほか、ブッシュ・ミルズ・ゴスペル・ホール、ブッシュ・ミルズ・フリー・プレスビテリアン教会、聖メアリー・ローマン・カソリック教会がある。UFC で戦う総合格闘技選手の、ノーマン・パークは、ブッシュ・ミルズ出身である。ブッシュ・ミルズは、アメリカ合衆国ケンタッキー州のルイビルとお姉妹提携している。ありがとうございます。